直樹の栃木旅では、栃木の観光名所や名物をご紹介しています。私がレンタサイクルやバスに乗って、栃木のあちこちの観光名所をね、投稿してまいります。それ以外に、栃木の定石や、登山系のハイキングもね、挑戦していますので、ぜひね、応援、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。こんにちは、直樹です。今ね、緊急で動画回しておりまして、今日からですね、10月1日から、新たなスポットバイトが登場しましたというわけでありまして、それをね、発表しようと思います。それはですね、スポットバイトルでございます。はい、まずですね、バイトルってね、皆さんね、知っているかと思いますけども、よくですね、CM で、乃木坂46の皆さんがですね、時給を上げよう、バイトルアプリ、リップっていうですね、CM がありまして、それですよ。それがバイトルでございまして、そのバイトルがスポットバイトをね、出したんですね。それがスポットバイトルというね、名前でございまして、登場したというわけでありますね。で、これはスポットバイトはですね、まあ、タイミーとね、ほぼ一緒なんだけども、スポットバイトルならではのですね、新たなね、特徴がありまして、それをですね、ちょっとね、それをね、読んでみようと思いますが、独自機能、グッドジョブボーナスをね、搭載しており、ワーカーは勤務終了後に企業からグッド評価をね、受けた場合、時給に、上乗せ、ボーナスが支給されるんですね。そうね、その業務が終わった後ね、そのグッドがついたらですね、ボーナスがね、支給される。これはね、タイミングとは違って、いいですよね。嬉しいね、利点でございます。で、バイトルからもスポットの、仕事情報を探すことが可能で、シフトのバイトとスポットのバイトから、両方から、自分に合った働き方を選ぶことができますであるんですね。これが今日から新しく出た、スポットバイトのね、サービスでございますね。いや、これね、嬉しいですよね。やってみたいですよね。で、まず、このスポットバイトルは、まずはですね、東京23区内をね、最初にスタートしまして、それから、全国的に47都道府県にね、後々にね、出していくっていうわけがありまして、まずはね、東京23区からね、やっていくそうですね。まあ、楽しみでありますけどもね、早くですね、栃木県にもね、出してほしいときはありまして、非常にね、楽しみでございます。なんかね、新たにね、なんかスポットバイト以外にもですね、なんかね、タウンワーク隙間っていうですね、なんかスポットバイトもね、出るらしいのでね、それもね、なんかね、やってみようと思いまして、早くね、やってみたいですね、待ち遠しいであります。うん、この、今ね、私は、タイミーと、シアフルとですね、両方ね、活動しておりますが、このね、スポットバイトでもね、やってみたいですね。これできたらね、トリプルワークがね、できるという気でありまして、結構ね、給料もね、増えますよね。しかも、即日でね、もらえますから、うん。まあ、スポットバイトルは、ボーナスもね、支給されるっていうので、これはね、タイミーとね、シアフルとは違ってね、ボーナスが支給されるので、これもね、早くね、やりたいですよね。皆さんもですね、これ、スポットバトルが出たら、やってみたいですよね。ぜひですね、やってほしいと思いますが、私がね、まあ、言うのもあれだけど、皆さんもですね、ぜひですね、やってほしいと思います。いやー、今回ですね、スポットバトルをね、ご紹介しましたけどもね、皆さんもね、早くね、やってみてください。なんかね、自分上から目線で、申し訳ありませんけども、早くね、やってみたいです。今日はですね、スポットバトルをね、ご紹介させていただきました。それでは、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。